世界中のプレイヤーの皆様こんにちは、八王子 P です。今日はプロセカやっていきたいと思います。ということでまずはアウェイキニングビート、皆様お疲れ様でした。どうでしたかね。僕は前回のある意味ね神回だったガチャ動画で確か言ったかな、一応僕の中では500以内を目標にしてまして、ツイッターではねもう報告したんですけど、無事500以内入ることができました。いや本当に良かった。ということでね、報酬届いてるので早速ゲットしていきましょう。ほいほいほい、ずらっと来てますね。そしたら受け取りで OK、 無事ゲットできました。やったー。じゃあちょっと早速これつけていこうか。はい、ということで装着しました。いいね、超頑張ったノクターンの100位とリリックで、今回のアウェイキニングビートの500位500位をつけて、はい、こんな感じになりました。この称号をつけてる八王子 P がいたら僕だと思って問題ないです。はい、ちなみに今回の順位は452位でしたね。ポイント的には約1600万ですね。まあ、今回イベント期間も長かったんで500以内もね1500万は超えるだろうなっては予想してたんですけど、約1600万までボーダー伸びるとはっていう感じで結構焦りましたね。それこそ僕前半今回全然回れてなくて、土日だけで1100万ぐらいポイント持ったんですよ。マジできつかった。まあでもね、ノックターンの時のあの辛い経験が今回は無事に生きて、なんとかね取ることができましたね。で今回はトップ20までなんと1億超えっていう結構すごいポイントでしたね。いや小羽ちゃん愛されてるな。ということであとはまったりちょっと余生を楽しもうかなって思ってたんですけど、なんと次回のイベントの告知来ちゃいましたね。こちらでございます。はい、夏祭り鳴り響く音は開催についてってことで、もうねこれバナーにも出てるけどこちらですね。みんなアキトが来ちゃうよ。いや正直今回ね土日でめちゃくちゃ頑張ったっていうのもあって、すげえスタミナに石使ったんですよ。マジでね課金する余裕がね。いやーただねアキトか、いや今回のイベントアキトいなかったからねちょっと寂しいよな。アキトなゲットしてあげたいんだけど、いやちょっと課金しんどいんだよな。とりあえずあれですね、24時間後の僕がどうなってるのかわかんないですけど、いやゲットしてーけどきちー。ういーす。ということでガチャ回していくか。はい、ということでね1万円だけ入れてしまいました。やっぱね前回のイベントになかったからアキト君もう寂しいだろうなってことで、ちょっとね正直確定でゲットするとこまでは持ってけないかもしれないんですけど、まあまあちょっと頑張ろう。この1万円で回せるとこまでね50連かなやれるんで、どうにか爪痕残したいなと思います。ということでまずはこの1500個の方かな、この1回限りのやつね引いていきましょう。まあ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 初回だしね、しゃあないっすね。昇格はないと。まあ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 、こっからですよ。問題はここからは3000個の普通の方ですね。まあこれ優勝クリスタル優先で消費していこうと思います。早速引いていきましょうか。お願いします。あーまあ今回な50連しかないから、いや来るんだよな。オッケー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 、さあさあさあ最後の方か、そろそろじゃないでしょうか。私もお諦めたくない。いや諦めたくないね、諦めたくないから。そうだけど、いやちょっとせめてそれなら今回のピックアップの方のえなちゃん来てくんないですかね。ここで越えてくる壁、いやしかも持ってんだよな。いやー来ましたね、なるほどね、こういう感じか、なるほど、いいでしょう、受けて立ちましょう、まだ諦めたくないんでね。じゃあ気を取り直して次30連目、おお来た来た来た、いや来るね。いや30連でこれまあ今のところ2枚確定してるってことでしょ、熱くね。
さあこれ秋と引けたらもう神回よ。ああ、これも最後の方か。ああ、2枚目。おっと、これはなるほど、さっきのチラ見せからの本命がやってくると。オーケーオーケーオーケー、今回のちゃんとピックアップのエナちゃんゲットでございます。いや、暑いね。全然オッケー、全然オッケー。じゃあ衣装も手に入ったしね。いや、いいですね、浴衣姿ね。まあ、どちらかというと和服的なデザインですよね。いや、もう夏祭りとかね、もう数年行ってないですから。いや、もうちょっとプロセカでね、夏気分を味わっていくわ。さあ次行きましょう。40連目ですかね。いけ。あー、まあ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 、これは昇格もないかな。あー、そうですね、まあまあこれはしゃあないでしょう。うん、ただ一応次でピックアップではないですけど星音は確定なんで、まあここの星音確定でもピックアップ来る確率っていうか可能性全然ありますよね。まあ今回の動画ではこれラストですけど、ちょっとここでね見せたいね、俺の引きの強さ、まあ運命力、ボカロ P としての何たるかちょっと見せていきたいなやっていくか。それじゃあラスト引いていきましょう。まあこれは確定ないよ。で、1枚目に来るからね、それ前回で学んだ。さあここ一番勝負、これ1枚目大事よ。頼むぞ。さあ開幕来るよ。いやー、そっちかいいや、レンキュン来るなら、もうさっきからそういうのばっかなんだけど、いやー、せめて今回のピックアップが来てくれればって感じでしたけど、まあでも贅沢言い過ぎか。とはいえね、ちょっとかすってるだけに求めちゃうね。はい、ということでちょっとなんとも言えないね。いや、星4の引きとしては十分すぎる結果だったんですけど、ピックアップ引くって難しいんですね。一旦この動画ではここまでにしとくわ。最終的にPU 確定まで引くかもしれないですけど、まあ、もしかしたらちょこちょこ動画にしていくかもしれないです。はい、ということで今日はちょっと一旦ここまでにしておくわ。すまん、アキト。はい、ということでいかがだったでしょうか。今日は動画の前半アウェイキニングビートの振り返りとプラス今回のガチャ動画お届けしてまいりました。いや、ちょっとねガチャしんどいっすねさすがにしんどくなってきた。まあまあまあ、ガチャはね無理しない程度に楽しんでいこうと思います。今回のイベントを走る方はぜひぜひ頑張ってください。はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました。よければチャンネル登録高評価の方よろしくお願いします。じゃあね、バイビー。